ビクトリア州のセータ高ユーカリから切り出された木材ベリンハムの丸太で満たされた港1972年材木とは木材生産の工程において核材と板材に加工された木材の一種である。材木は構造用に使われるのが主であるがその他の用途も多い。材木には二つの主なタイプがある。粗く引いて製材されるか、 表面が一つ以上仕上げられるかのいずれかである。パルプ材以外のラフ材はさらに切って作る必要がある家具などの原材となる。樹種は剣木が多く利用されるが、ホワイトパインやレッドパインなどの軟器も価格が安いためよく用いられる。仕上げられた製材品は主に建築業向けに規格化されたサイズで供給されており、松もみ頭皮、杉、 津賀などのカサカ植物からなる軟紀が種であるが、高級床材用の片木もある。見木よりも軟紀から作られることが一般的であり、材木の80%は軟紀から得られる。米国とカナダでは製材された板がランバーと呼ばれ、ティンバーは立ち木や切られた木を指す。対して英国とその他の英連邦諸国では、ティンバーの子が両方の意味で用いられる。 ありがとうございます。